まあ、個人的な率直な感想を言いますと、今年は、皆さんこっちは、ジェシオルゴールだ！イエイだ！はい、ということで、この季節がやってまいりました。元日限定、トイザースハッピーバッグを開けます！もう私は元日に発売されるトイザースのレゴハッピーバッグを買わないと新年迎えた気になりません。はい。あ、ちなみに今年も私ひろげ一番乗りで買うことができました。朝の6時半に起きて7時に家を出て7時50分からずっと並んでました。はい。まずハッピーバッグの前に元日に発売された新作のレゴを買いましたので紹介したいと思います。まず一つ目はこちら。はい、こちらのレゴクリエイターレッドドラゴンです。はい、今年は辰年ということでレゴクリエイターは赤いドラゴンです。去年作った白ウサギが結構完成度が高かったので今年のドラゴンもすごい期待しております。今年のレゴクリエイターは結構かっこいいドラゴンで行くんじゃないかなって思ってたんですけど、情報解禁されてみたら結構可愛らしいドラゴンでした。はい、続いて二つ目はこちら。はい、こちらのレゴシティの宇宙探査ロボットです。はい、こちらも買いました。ちなみに2024年のレゴには宇宙をテーマにしたセットが結構力を入れていますので、今回はこちらのロボットを買いました。ちなみにレゴクリエイターの宇宙飛行士もあるんですけど、あれはまあちょっと考えておきます。はい、そして最後3つ目はもうすごいものを買いました。それがこちら。はい、こちらのレゴクリエイターのキリンを買いました。はい、今年の大型レゴクリエイターの一つのキリンを買いました。これはもう箱の時点での完成度がめちゃくちゃ高いので作るのがすごい楽しみです。そして毎年恒例のエトのレゴももらいました。今回は中国のドラゴンになっております。実を言うと本当は去年のウサギももらえたんですけどもらえませんでした。今まではハッピーバッグを買えばもらえたんですけど、去年からハッピーバッグだけでの購入はもらえませんでした。ハッピーバッグ除いて1万2000円以上買わないとこのエトのレゴはもらえなくなりました。去年もらえなかったのでまあちょっと残念だなって思いました。はい、ということでお待たせしました。2024年のトイザースのハッピーバッグを開けます。ちなみに今年のハッピーバッグの内容はヒーローとキュートに分かれていて、それぞれ1万円相当のものが5000円で販売されて、2万円相当のものが1万円で販売されてました。ちなみに開店と同時に速攻で1万円のヒーローの福袋は売り切れてました。はい、ということで今年のハッピーバッグはこちら。はい、こちらです。ちなみに大きさなんですけど、去年のものとほぼ一緒です。ちなみに中身なんですけど、マインクラフトと、レゴシティと、マーベル作品のレゴが入っております。僕としては、クリエイターとか忍者ゴーは入れて欲しかったなって思います。ちなみに去年は1万円の福袋を買いました。中に入ってたのは4つでした。去年が個人的に結構大当たりだったので、今年のハッピーバッグも結構期待しております。ちなみに去年のハッピーバッグで出た4つのレゴなんですけど、2つはレビューしました。で、残りの2つはどうなったのかというと、はい、こちらはまだ開けておりません。このレゴシティにつきましてはもう年内中に絶対開けたいと思います。で、もう1つのレゴ忍者号なんですけど、あれはグループアフロの皆さんにあげました。というわけで今回のハッピーバッグももしかしたら、グループアフロの皆さんにあげる可能性はあります。はい。では開けます。とりあえずちょっと何が入ってるのかちょっと一回予想しておきます。おお、おお、少なくとも4つは入ってます。まず4つの中で一番でかいであろうこれからいきます。ではいきます。せーの、よっと。おお、やった。はい、こちらのレゴマインクラフトが入ってました。うわ、このレゴマインクラフトもう廃盤品ですよ。うわ、やった。確かこれ8000円ぐらいで売られてました。はい、1つ目はレゴマインクラフトが入ってました。では2つ目いきましょう。2番目に大きいやつです。ではいきます。せーの、よっと。おお、マーベルだ。おお、はい、こちらのレゴマーベルが入っておりました。これはガーディアンオブザギャラクシーですね。実は僕ガーディアンズオブギャラクシーは見てないので、これレビューするとなったらちょっとどうだろう。はい。でもね、パーツ目当てとして買う分には結構いいと思います。では続いて3つ目といきたいところなんですけど、皆さん残念なお知らせです。次で最後です。最後3つ目は流れ的に言えばレゴシティだと思います。では最後3つ目はこちら。おお、おお、マインクラフトだ。ああ、これね、レグにしたやつだ。はい。はい、3つ目はこちらのレゴマインクラフトが入ってました。いや、予想外でした。もうない。はい、もうなりません。
はい、ということで、2024年のトイザースハッピーバッグの結果はこちらになります。まあ、個人的な率直な感想を言いますと、今年は、ちょっと微妙だったなって思います。僕的に言えば、マインクラフトとレゴシティと、マーベルが1個ずつ入ってると思いきや、まさかの、マインクラフトが2つと、マーベルが1個だけということになりました。いやー、ちょっとこれはね、個人的に今年は、ちょっと外れかなって思います。なんか、それ考えたら去年は、もうすっごい大当たりでしたね。はい。まあでも3つ中2つがまだ持っていなかったレゴだったので、まあ半分嬉しくて、半分ちょっと微妙かなって思いました。はい、ということで、元日限定のトイザースハッピーバッグの結果は以上になります。もう動画でも言ったんですけど、今年は、まあちょっと微妙だったなって思っております。まあ僕個人的に言えば、あと一つなんかちっちゃいレゴシティを入れて欲しかったなって思ってます。今回出たレゴマインクラフトとレゴマーベルについては、年内中に撮影したいと思います。で、この持っているレゴマインクラフトについては、考えておきます。まあパーツ集めで開けるか、JBF で上げるかの2択になります。まあとりあえずハッピーバッグで落ち込んだテンションをレゴクリエイターで取り戻したいと思っております。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。